警視庁、捜査一課11係シリーズ石の眉悪の波動殺人分析班スピンオフ。悪の波動殺人分析班スピンオフは、ワウワウの連続ドラマ W 枠で2015年から放送されている殺人分析班シリーズのスピンオフとして、同枠にて2019年10月6日から11月3日まで、日曜22時30分から23時に放送されたテレビドラマ。 前5回、主演は、古川祐希。スタイアプレミアムの動画配信でも、前5回とも、ワウワウの放送終了後23時30分より、配信された。シリーズ第1弾、石の眉殺人分析班の登場人物、トレミーから着想された、ドラマオリジナルのストーリーで、2015年8月16日から9月13日に、放送された連続ドラマ W。 石の真殺人分析班に登場した、乃木名親子と、ヤギ沼正人がトレミーという名の殺人鬼に変貌するまでの前日端が描かれる。2014年に、川崎市内で起きた連続殺人事件。しかも被害者はすべて女性であり、遺体には首をつられていたぶられた跡が残されていた。遺体の特徴から世間では、首くくり殺人と呼ばれ、恐れられていた。 捜査が難航する中で捜査員である井口は、野木直也の犯行ではないかという疑いを抱く。野木という名は世間から隔離された生活を送るために、八木沼正人が使っていた偽名であった。野木は隣に住む、中学時代の同級生である浅田吉香と共に、捜査の網をかいくぐろうともくろむ。ありがとうございます。